ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、3秒間でどうぞ。さあ正解は C か D ですよね。皆さん、おそらく最初に注目したのは B set to で、後ろは動詞の原型でございますので、選択肢の B と D が×ですよね。もちろん B set to 不定してうんたらかんたらすると言われている。で、あとは A ですか C ですかと言われた時に to 不定詞、そうです、 A だったら普通の to 不定詞、 C だったら to have 過去分詞、つまりタイトルにも書きましたが2つの不定詞が存在してるんですね。 to 不定詞と to have 過去分詞。じゃあ皆さん、これの違いは何ですかと言った時に注目する点は決まっております。そうです、2つの時制を確認すれば OK で、皆さん、それは空所の前後にしっかり明示されております。今回であれば左が現在で、右側が過去で、皆さん違ってますよね。で、もちろん今回は違ってますが、場合によっては同じ、つまり左側が現在、右側も現在、もしくは左側過去で右側も過去、そういうこともございます。そうです、そんな感じで同じ場合に to 不定詞を使う、一方違ってる場合に to have 過去分詞、この基準を知ってると一発ですね。で、もちろん今回は違ってるですから正解は C、 これでよろしいかと思います。ではここを定着させるために板書を書き換えますね。さあ、さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ、頭画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で丸1番から丸4番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。